2:3-8です。ヘブライ書1節を一緒に読みましょう。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。アーメン。皆様平安に。あなたは世界を生かす宣教師です。荒果てた地を譲れましょう。今日も私たちに誠の希望を与えてくださる方はイエス、ただイエス・キリストです。昨日も今日も同じく答えてくださるイエス・キリストの前に出て、罪人であった私たちに誠の希望を与えてくださるイエス・キリストの名を本当に味わいましょう。今も祈りの中にいるもの、今日のタイトルです。今も祈りの中にいるもの、私たちが福音を持っているから、福音を持っている私たちは聖書の中にいる。祈りの奥義を分かって、祈りの答えを受けると、すべてのことはついてくるんです。あんなこんなことを言えるけど、神様の子供が祈りの秘密を持って祈りの答えを受けないと、すべてが言い訳になります。でも祈りの答えの秘密をよく分かって、それを受けると、すべてが感謝のものになるとなります。どんなことがあっても、この世でどんな環境にあであっても、あなた方を勝つものはないんです。すべてのことを超える、その秘密が祈りの答えです。どんな問題が来ても大丈夫になるのが祈りの答えです。じゃあ、失った祈りを回復しましょうと前に言いましたけど、私たち本当に生きながら祈っています。大部の人たちが生きながら祈ります。でも生きながら祈るのも重要なんですけど、祈りの中で生きる、それは違います。生きながら祈ることと祈りの中で祈るのは全然違います。私たちがイエスを信じるもので、いろんな問題に遭うと、祈らない人はないでしょう。全部祈ります。それは祈りながら、生きながら祈ることです。それで問題事件に遭うと、私たちも知らず祈るの中に入って答えを受けようと頑張ります。でそれも重要なんですけど、本当に重要なのは祈りの中で生きること。それはちょっと違います。祈りの中で勉強し、仕事ができると、祈りの中で全部できられる。それじゃないと、生きながら勉強し、勉強しながら祈り、仕事をしながら祈り、それも正しいことなんですけど、祈らないことよりずっといいことなんですけど、世界福音化をするためには、それを超えて祈りの中で全ての生活ができられないと、問題に遭うとすぐ答えが見えるから、焦なく余裕がある、そんな生活ができます。それでたくさんの考えを持って祈りますけど、獣じゃないから全ての人々は考えを持っています。それで生きながら祈るというのは、自分の考えを持って祈るということなんです。でもそれより重要なのは、祈りの中で生きること、
それです。だったらどんな答えが私たちに与えるでしょうか。ヨハネ14章14節に、私の名によって何かを私に求めなると私はそれをしましょう。今まで獣の血で血を持って祭祀しながら祈りましたけど、主はそれいらない、私の名で出てきなさい、私の名で出てきなさい。またヨハネ16章24節には、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません、求めなさい、そうすれば受けるのです、それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。それで祈るとき、イエス・キリストの名はヨハネ14章11節に、私はもう世になくなります。本当にヨハネ2章17、18節のようなに、終わりの日に私の魂をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子と娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。それは主が私のすべてを分かって導いてくださるということです。導いてくださる、それヨエル書にも書いています。まさに末の日に魂を注いでくださると、それが使徒2章のことです。私のしもべにも果たしめにも私の魂を注ぐ、それは今もできています。今も祈りの中で生きているものにならなければなりません。だったらヨハネ16章13節のように、真理の聖霊があなた方に来ると未来のことを知らせますと言いました。それは私たちの未来を正確に聖霊が導いてくださるということです。それで祈りの中で生きている方は聖霊の導きを受けるから何も心配することはないんです。ヘブラ書13節8節に、私たち今日読んだこと、昨日も今日もいつまでも同じです。イエス・キリストは昨日働いたイエス聖霊が今も祈りで生きているものに未来を明らかにして、それで本当に祈りのペターンを交わしなさい。勉強しながら祈り、仕事をしながら祈り、それも重要なんですけど、祈りの中で勉強し、祈りの中で授業ができるように。だったらどんな問題にあっても、神様の正確な聖霊の導きを受け、本当に豊かな生活にで勝ってるんでしょう。それで本当にこんなに祝福します。今も祈りの中で生きているもの、これが私たちが受けるべきな祝福です。この祝福を受けるためには、まず1番目、いつも確認しなければならないことがあります。それは何でしょうか。祈りの中の祈りは何でしょうか。祈りの中の祈りは、イエス様が弟子たちに祈りについて教えたのがマタイ6章の主の祈りです。そこでイエス様は祈りの中の祈りを教えたのに、まずは名が聖なること、で主の名が神々しくなること、祈りの中の最高の祈りは主の名を、名が聖なることです。ここに
神聖であるというのはどんな意味ですか？主の名を本当によく分別できる。それで主の名は区別されたということです。他の神の名とは違うということでしょう。主の名はこの世の非常物とは違う名です。出エジプト20章3節に見れば、私の他に他の神々があってはならない。そう、他の神があってはならないというのは他の宗教じゃなくて他の神と言いました。それは何ですか？それはサタンです。サタンのことです。神様の名はサタンとは違う名であることをおっしゃっています。またサタン、人々が作ったものとは違うことです。それで主が教えた祈りには、主に天にいまします神様、天にいまします神様といるのは地にいない主です。人が作ったものとは違うということでしょう。そうです。主は、神様は人々が作った偶像、そこに作っておいて祈るとは違う神です。天にますます神様は天地を作った方、今も万物を主管している、人間の生命を主管し、裁く権利を持っている神様。その神様が私たちを子供にさせるため、自分自身を捧げたんです。それ自分自身を捧げて、亡くなるまで私たちを愛してくださった。その名がサタンとは違う神様である。その神様の名はどのぐらい区別できるんでしょうか？世の中の人は分からなく、今も偶像崇拝しています。だから自分が信じている神がどんな神でも分からなく、知らない神に祈っています。自分が作って、そこで服をくださいと祈る、そんな弱い姿が人間です。人々が神様から離れた瞬間、創世記3章の現在で神様から離れて、その魂が死んで、その魂が悪魔に属して、呪い、災い、運命に結ばれたんです。その時から人生は自分とちょっと違っても、それを神で捧げる、そんな弱いいいものです。それでお日様、大きい岩も神にして、動物、いろんな動物も神にして捧げている、そこに祈っている、そんな愚かなものが人間の姿です。だって世の中の人々が神様と考えるとき、自分が信じている神と一緒な同じ神と考えています。でも私の祈りの中で一番重要なことは、私の考え、生活、魂の中で神様を神様で認める、分かる、それが一番重要な神様です。神様を分かって、その神様を認めるとき、そこに出ているのが神様を本当に光栄にする、祝福な人生になります。私たちに聖書で守るべきな、それを作って教える教理の門徒があります。それ本当に信仰のことをよく整理したものでしょう。そこの第一番目が、
人生の目的は何でしょうかと聞いています。それはそこで答えで言うのが、人生の第一の目的は神様を光栄にすること、その神様を永遠に、その神様を楽しむことです。神様を神様で認められてこそ、神様を光栄にできる、神様を味えることができます。で、大部の人たちが信仰生活しながらも神様を神様で認めていないんです。未信者たちは当たり前で自分が信じている神様と一緒な神様で、だ信じる者もそうなんです。それで神様を本当に光栄にする、そんなことはなく、神様を本当に味わうのができないんです。それで最高の祈りは神様を神様で認めることです。神様を神様で認めるためには、認めるのには神様の御言葉を聞くことです。祈りの中で、だったら私たちの全ての生活の中で神様を神様で認める、そんな働きが出ます。神様の御言葉が私の中に入ったこそ神様のことが認められるんです。神様を神様で認めると、インマヌエルの働きが生じます。神様が私たちがすることに、インマヌエルの働きで、私の仕事で、私が育てるいる子どもたちに、インマヌエルの働きが生じます。それが神様を神様で認める、それを御言葉で分かるとき、神様を分かるその唯一な名が、その名を私たちに与えてくださったのに、神様を神様で分かって味わえる唯一な名がイエス・キリストです。ヨハネ17章11節から1節に、私はもう世にいなくなります、彼らは世におりますが、私があなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを守ってください。それは私は彼らと一緒に行ったとき、あなたが私にくださっている御名の中、彼らを保ち、また守りました。彼らのうち、誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子は滅びました。それは聖書が成就するためです。それでイエス様、深く分かればわかるほど私たちは神様を分かります。イエス様を受け入れるとき、神様に出会って、イエスの名で祈るとき、神様は聞きます。それでそのイエスの名、神様の名、神様の名がイエスキリストです。ヨハネ17章、私に与えてくださった父の名で彼らを保ち、イエス、私に与えてくださった父の名、その名が神様です。その名で保存したというのは、私たちを守ったことでしょう。いろんな悪い状況で私たちを騙すサタンから完璧に私たちを守ってくださるのが、イエス・キリストの名で私たちを守ってくださるんです。そのだったら、一番私たちがよく分かるべきなことはキリストの名です。信仰生活をしながらも、キリストの名のその意味をよく分かっていないんです。キリストを信じると言っても、キリストを
を信じる者たちも、私たちに与えてくださる父の名、イエス・キリストの名の意味をよくわからなくて、本当に大分の祝福を逃してしまいます。ユダヤ人を見ましょうか。ユダヤ人たちは歴史の中でモセで、モセからの奴隷の時代までから、イスラエルの民が解放される時まで奴隷になって属国になってユダヤ人として生きました。キリストを与えてくださったのに、そのキリストの名を知らないから、キリストの名を分かっているいくつ何名から何名はあったんですけど、それをだいぶが分からなかったから、キリストの名を本当に分からない、そんな生活したのがユダヤ人です。その中で総数の何名が散らされて、使徒4章に見ると、使徒3章に足がなえた人を、足をなえた人を癒したペテロを宗教の裁判に立ちました。自分たちはイエス・キリストを分かっていると思ったんです。その時ペテロが、救われる他の名を与えたことがないと言いました。でペテロに、誰の名でこの人を立たせたか。それでまたペテロを解放しながらも、その名を言わないと言いました。それはキリストを分かっているというユダヤ人も、キリストのことを話さないと、話したはできないと言ったんです。また、ペテロが、コネロの家に行って、イエスのことを伝えたんです。その時もどうして、異邦人の家に行って一緒に食べて話したりすることができるかと聞かされたんです。それでそのペテルの行為を裁いたのが弟子たちだったんです。本当にペテルまでもその前で言い訳をしているんです。それで本当にキリストをはっきり分かったら、そのペテルの中でも深くには昔のその思想があったから、だからその時中心がアンディオクの教会に移されたんです。中世にはどうだったんですか。ヨハネ2章に見たら、キリストがないからブドウ酒が足らなかった祭りの家、その時もイエス様も母もキリストは分かったんです。それでイエス様の母マリアがイエスに頼みなさいと言うでしょう。それはイエスマリアがイエスであることを分かったんですけど、でカトリックで見れば全部イエスの母であるマリア を高くしているんです。それで中世の時代を暗闇の時代というのが、本当にイエスは消えてマリアのみ
高くなったその時代です。それでカトリックが入った国々は全部滅びたんです。そのカトリックが南米に入った時、入ってから南米は本当に今貧乏になっています。事実はキリストの他に他のことを高くすれば仰いては滅びてしまいます。キリストよりマリアを高くする、それが文化にそれが沈んでいってキリストを分からないんです。237国はどうですか。兄弟局も同じく、五千種族も事実はネフィリムに本当にいい掴んでいてキリストを全然知らないんです。私の名で切ったイエス・キリストの奥義を分からないから失敗するんです。イエス・キリスト、私に与えてくださった父の名、それは私たちがその名の秘密を分からなくて神様の姿を失ってサタンに掴んで本当に願っていないそんな呪いに落ちてしまうんです。そのすべての問題を一回に完全に解決できるように予言されたな、それが創世記3章15章、女の子孫と敵になってその頭を築くという女の子孫です。その女の子孫、イザヤ7章14節にその名をインマヌエルとする予言された名です。その予言された名が成し遂げられたのに、それがマタイ16章16節、主はキリストで生きている神の御子です。旧約で予言された名が新約で成し遂げられたその名がイエス・キリストです。神様のすべての予言はイエス・キリストを送ることを予言し、人生のすべての問題を解決できるその名を名で成し遂げられたということです。それで今日読まなかったんですけど、私にくださっているあなたの皆、その皆で私たちを守ってくださる。今まで私の生活には私たちを導いて守ってくださる、それはイエス・キリストのその名で、今から私たちのすべての未来も心配することはないんです。イエス・キリストのその名を握っているとき、主が導いて守ってくださるんです。私に与えてくださった主の父の名、その名をどのぐらい分かるか、それによって私たちどのぐらいに味わえるか、それが決められるんです。イエス・キリストの名は、ヨハネ1章38節、悪魔の仕業を打ち壊す、その悪魔のこと、偶像崇拝するようにするのが悪魔のことです。いつか私の中にはずるい考えを植えて、この世の暗闇の習慣者がサタンです。そこに書かれると誰もそこから出られないんです。滅亡するまで悪魔は末まで攻撃してくるんです。本当に偉い人でもたくさん並んでも霊的に苦しめられるんです。それは悪魔のことです。エリートも知識人も
科学者たちも実際神様を欺けています。その背景は全て悪魔のことです。その悪魔のことを滅びるため来た名がイエス・キリストです。だからイエス・キリストの名を本当によく、またヨハネ14章6節にイエス様が私は道であり真理であり、またペテル書3章18節にも私たちを本当に神様の前に導くため、そこからキリスト罪のため死んだ方、亡くなった方がイエス・キリストです。義人として罪のことを完全に解決したもの、私と全ての罪を許してくださる名です。その名は私たちを神様に導いてくださる名です。神様が私たちに与えてくださった父の名です。パウロはそれを分かってコロッサイ1章13節に、神は私たちを暗闇の悪性から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと。ピリポ2章、彼は6節に、彼は神様と同じですけど、私たちは神様が私たちに与えてくださったその名で勝利できます。その名で生命の関係を持ち、その名を呼ぶとき失ったすべての祝福を回復するんです。それでその名ですべての答えが出せるように、キリストの名で本当にすべてができると、他のものはいらないことを分かります。他の必要なものがなくなります。主が十字架に亡くなった時、完了した、主が私たちのすべてを十字架に解決したから、また私たちに他のものが見えるとキリストで答えにならないからそうです。ペテロにエリアもモセも見えました。最初にはで17章にはただイエスのみ見えたと、他のことが見えない、キリストで答えを出したら、それでただキリストに答えを出して、すでに全てが終わった、他のことはいらないということの証人になることを祝福します。そんな者たちがキリストの名で祈り始めると、神様の名が神聖になるんです。世の中の人々は自分の名を逃さなく頑張ります。自分の名を出すため全てをかけます。で、私たちは私たちの名じゃなくて、神様が私たちに与えてくださったイエス・キリストの名のため、その名で神様を分かって、神様を味わえ、そんな証拠、そこから出る証拠が私たちにあります。それでイエス・キリストその名で祈って、その名で御言葉を握り、その名で神様の証拠を味わえなさい。その時暗闇の力が崩され、聖霊の働きが開けられ、湿った全ての門が開けるんです。
私に与えてくださる主イエスの名、その名を握って本当に現場で味わう皆様になるように祝福します。2番目、私たちがどう祈ったらいいでしょうか。まずは神様の人々と、それは御言葉でイエス・キリストの名で神様を分かって味わえるんです。だったら私たちは何を祈りますか。イエス・キリストを味わう祈りの中に入るべきです。イエス・キリストを味わう祈り、その祈りで幸せになり礼拝が楽しくなると、私に、職場に、家庭に、現場にインマイノエルの働きが表します。だったらイエス・キリストを味わう祈りは何でしょうか。それは私に与えてくださる身分を味わう祈り、それがイエス・キリストを味わう祈りです。イエス・キリストから与えられた身分、それはどんな身分ですか。ヨハネ1章12節に、イエス・キリストが光でこの世に来ましたけど世の中が受け入れなかったんです。12章には、受け入れる者、その名を信じる者には神様の子供になる権利を与えてくださいましたと。その前に1節4節から9節に見たらば、生命の光でこの世に来られたんですけど、この世は受け入れなかった。それで12節に、その名を受け入れる者には神様の御子になる祝福を与えてくださったと言いました。光で来られたイエス・キリストを受け入れる時、イエス・キリストの子供になる、神様の子供になる権利を与えてくださったんです。イエス・キリストは光です。それで主がマタイ5章13節あなたはこの世の光です、光です、光になれと言わなくて光です、と。これが私たちの身分です。光です、塩です。信じますか。その身分を味わう祈り、その祈りの中に入る私たち。もっと言って、ペテル2章9節、その光を世の中に伝えるため、本当に皆様は選ばれた族属で、王のような祭司長弟子たちで、聖なる国で、その私たちにある神様のその身分で祈りなさい。それをキリストを味わう方法です。その祈りの中に入るとき、何がキリストを味わう祈りでしょうか。権利を、私たちに与えてくださった権利を味わう祈りです。生まれてから歩けないものにペテルが重要なことを言います。金と金銀は私にはない、運命に落ちている、生まれてから歩けないその人に金と金が私にはないというのは、それはいらないということです。私にあるものをあなたに与える、あげる、主イエスの名で歩きなさい。それがイエス・キリストの名の権利です。運命から解放される、その権利がイエス・キリストの名にあります。使徒4章にもペテルが告白したことです。他の人には救われることはない、救いを受ける他の名を私たちに与えたことがないと言いました。救いを受ける、それはイエス・キリストのその名にあります。使徒サマリア城にピリップが入って福音を伝えました。その時イエスを伝えました。
それで長い間福音が伝えなかったからあった霊的な問題がありましたけど、イエス・キリストの名が伝えられるとその城に大きい喜びがあったと。霊的な問題が解決できて暗闇の力が去ったということでしょう。また本当に占いをする女の人が自分のあったんですけど、そこにイエス・キリストの名で立ちなさい、行きなさいと、離れなさいと。それでパウロは本当にイエス・キリストの存在をよく分かりましたから、すべて万物が復讐する、私に与えてくださったキリストの名、そのキリストの名を完全に身分で味わい、光です。暗闇が絶対できない、何もできない光です。身分で味わい、権利で味わい、また生活で24の祈りに入りから